こんにちは、赤ちゃんです。今日はこちらの何なんだろうね、ここ廊下にあるちょっと変わった感じなんですけど、今日はここのスクイーズ系全部取れるまで帰れません。やりたいと思います。いいスクイーズたくさんあるんですよ、見てください。これこのね、大きさのチュルチュル系すごいよね、めっちゃ欲しい。あとはなんかちょっとブルームっぽい感じのレインボーのやつ、これ柔らかいのかな、どうなんだろう。イルカって珍しいよね。あとさ、これピクニックとコラボしてるんですよ。ピクニックのチュルチュル系スクイーズ、まあ、こういう食パンとかもあります。じゃあこれをいくらで取れるかチャレンジしたいと思います。ではいきます。多分これがいけると思う。ギリギリで狙います。はい、そこのね、右アームでギリギリ、おー来た、ゲットです。イエーイ、いきます。パイナップル、きつめに引っ掛ける感じで、はい、ちょっとね、こうギリギリを狙ってね、転がすように行きたいなって思ってます。どうやって取るのがいいのかな、結構ギリギリをかけていく感じで、これでいけるかな。でもね、多分この取り方が一番だと思うんですよね。うわ、ちょっとじゃあつかみ上げてみましょう。挟んで持ち上げてみます。普通の取り方ですね。さあ、いや結構入り込むな、左側入り込んで難しい。うわ、動かないんだよね。もっときつくかけてみます。いきます。あー、きつすぎだね、これきつすぎた。ちょっとブニュってめり込ませて、いける、いけない。あー、いける、きつすぎない。あ、お、きた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 、優しい。おお、ゲット、イエーイ、2個ゲットしましたね。いきます。これ欲しいな、ここが結構モリモリなんだよ。で、これを端っこ狙うぐらいで、左アームでちょっとイルカ狙ってみます。あー、外れた。何か来ないかな、この頭落ちかけてるやつも狙えるかもしれない。いきます。なんかこれちょっと曲がってるからさ、少し感覚がつかみにくいんですよ。一応右のやつを尻尾引っ掛けるつもりで狙った。あ、いいじゃん、おー、これいけるよ。じゃあ次は落とすついでにみたいな、2個ぐらい狙うって感じ。これは次で落ちそうだから、そのワンプレーでうまく、ここら辺わかんない、ちょっとどうしていいかわかんない。え、待って、無理、取れないの、どういう力が働いてる。あ、わかる、あのイルカのさ、背びれに引っかかってるんだ、リングが。うそ、本気で落としに行かないと。これだから、あのリングをね、めがけて、こんぐらいグサって、わかる、そこにさ、あ、いいじゃん、いけ、どうしよう、これもう目の前まで来てるのに。あ、やりすぎた、きつくしすぎた、いける、これ、これゲットでいいでしょう。判定、店員さんに聞いてみます。ゲット判定ということで、これいただけました。残りはあと2つですね。これ何回かで取れそうなので、ちょっと狙っていきます。グレープですね。ちょっと手前すぎじゃない、これ、これでぐらいかな。あ、いいじゃん、お、滑った、やばいかも、滑るのはちょっとやばいかも、結構難しい。水色のやついけると思う、多分。いきます、水色狙い、結構きつめでいける、これぐらいだな、これぐらいでしょ。いや、狙いすぎた、ダメだ、これ次でいけます、次で取る宣言。今の感じだとこのアームの開く限界はここら辺がいいと思う、ここら辺。でもちょっと狙いすぎかな、これでも。あ、でもいい感じかも、あ、良さそうですね。いやー、もうちょっとか、お、いいじゃん、マックスって感じ、待って、いけると思ったのに、さっきのじゃ絶対取れないじゃん、この感じ。もう少し左でいいのか、まあ、これぐらいかな、無難な感じは。袋だからね、スレスレが、やば、取れた、イエーイ。
ゲットです。じゃあラストこれですね。いやこれでコンプです。結構右ギリギリでかける感じかな。あギリギリ、あいいじゃん、これぐらいの狙い方。ほら来た、取れるでしょ。時間経ったら落ちそうな感じだよね。まあ狙います。いきます。なんかぐさって刺しても取れそうだけど、引っ掛けて取れ、いける、イエーイ、コンプ。今回取ったスクイーズ1個2個3個4個5個です。1つずつ紹介していきます。パッと見一番ヤバいのから紹介しましょう。これレインボーのイルカ。ヤバいポイントその1、なんかストラップの位置がすごくおかしいです。これ本当にここで合ってんのかな。僕の予想ですけど、なんかここの頭のとこに印みたいなのがあるんですよね。ここにこれ刺さるんじゃないのかな。喉ってこんなことある、なんかかわいそうじゃない。これほらこんなのがぶら下がってるんだよ。あとなぜかこのストラップが2種類ついてますね。ちょっとなんかいろいろと不思議で、硬さがねめっちゃ硬いです。続いてじゃじゃん、ディズニーの食パンです。裏表イラストは一緒ですね。見た目は可愛いですね。食パンもキャラクターものの割にはリアルですね。ちょい固め、こっちはこのテカリのコーティングが結構なんかいい感じかも。ストラップという意味ではいいかもしれません。さあチュルチュル系2つありますね。ちょっとピクニックさんは期待して先にこっちから。じゃじゃーん、でかい、うわ結構好き、この大きさのチュルチュル結構好き。ぷよぷよボールの数がすごいからさ、ブォーンって一気になんかたくさんぷよぷよボールの大移動って感じです。いやーこれはすごいですね。ゴミだらけになっちゃいそうなんだけど、触り心地厚みもあるのもいいですね。こう握った時の感じが面白いです。続いてこちら、これね袋の上から触る限り結構柔らかいです。柔らかいっていうかふわふわ、じゃじゃーん、うわこれはね伝えるのが難しいけど、しっとりしてます。音とか聞いたら伝わるかな。結構戻るの遅いので低反発ですね。シワがまたリアルだね。なんかオレンジとかこれシワとか入ってたりするよね。リアルそこも。イラストはね動画で見るとさ本物っぽく見えるね。動画だと本当に本物に見える。リアルリアルリアル。 UFO キャッチャーの中ではスクイーズのクオリティはとても高いです。もっちり低反発しっとり系ですね。それではラストこちら、あこちらじゃじゃん。なんか僕結構手が緩んじゃうんですよ、こうやって なぜかわかんないけど。あまり気にしないでください。じゃじゃん、こちらです。あのピクニックのスクイーズがゲットできました。でね、これがすごく気になる。ここにね、ラメがすごく固まってる気がするんですよ。え？中身スライムだ。初めてですね、スライム。だいたいこういうね、チュルチュル系スクイーズって、ぷよぷよボールなんですけど、中身がスライムっていう、さすがピクニックさんらしいですね。いや、でも個人的に触り心地はなんかこのチュルチュルの方が、音も気持ちいいし、なんか、触り心地もすごく気持ちいい。これね、なんか、ドロッとしすぎてて、周りのゴムの厚みが厚すぎて、ただ空気が入ってるだけにほぼほぼ近い感じ。もっとゴムが薄かったら、スライムの感触とかがわかるんですけど、気持ちよさっていうところが感じられないかな、個人的には。やっぱりこっちの方がゴムほら薄いですね。そっちの方がなんか中身の感触とかがすごく伝わるので、触ってて気持ちいいなって思います。まあね、 UFO キャッチャーのクオリティなので、そう思うといいんじゃないかなって思いますっていう感じです。今回のお気に入りベスト3はズル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 ーでん、第3位こちら、ディズニーの食パンスクイーズ。触り心地はね硬いんですけど、まあ見た目の可愛さですね。第2位はズル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 でん、レモンスクイーズ。中では一番低反発で、ほんとスクイーズらしい気持ちいい触り心地です。あとはまあ見た目が可愛かったらもっと評価高かったかも。それでは第1位はデレ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 、こっちです。やっぱりね、僕あんまりチュルチュルスクイーズって好きじゃないんですけど、かなり大きい特大サイズは握った時がすごく気持ちいいです。これはね、僕が持ってるチュルチュルスクイーズの中で一番厚みがあるので、やっぱりそれが1位になった理由かな。最後に音フェチしたいと思います。
今回は、廊下にあるクレーンゲーム機で、スクイーズ取れるまで帰れませんちょっと見ました。もっとね、大規模な、スクイーズ取れるまで帰れませんとか、スライム取るまで帰れません過去にやってるので、概要欄と動画の最後にリンクを貼っておきますので、よければぜひ見に行ってください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。それでは、おとえちして。すごいね。